こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2020年4月11日、上海の造船所において、昨年進水したばかりの中国海軍で、初となる国産の075型強襲揚陸艦が、事故による火災を起こした写真がネット上に出回り注目を集めることとなった。中国政府及び中国の軍当局からの正式なアナウンスはなく、マスメディアの報道もないため、詳細については推測でしかないが、偽装作業中の電気事故による火災ではないかと見られている。自国にとって都合の悪い情報は一切報じない中国らしく、むしろネット上に炎上後の写真が出回ったことすら稀有な事態と考えられるが、かなりの勢いで出火したように見受けられる。この075型強襲揚陸艦、今回火災事故を起こしたものが同艦の一番艦にあたるものだが、2019年9月に浸水し、すでにその後も2隻の建造が確認されており、一気にその数を増加させようとしている。075型強襲揚陸艦が中国で初の強襲揚陸艦と呼ばれているのは、同艦が航空母艦のような全通甲板と上陸用舟艇を収容可能な、ウェルドックを完備している艦艇のためである。これ以前に中国で就役しているのは071型揚陸艦であり、こちらは艦後方にヘリコプター離着陸用のスペースを持ち、エアクッション型揚陸艇4隻を収容できるドック型揚陸艦だった。中国がこの071型揚陸艦から075型強襲揚陸艦へと発展させた最大の理由は、ひとえにアメリカ軍に対する対抗意識の表れなのではないかと、個人的には感じられてならない。そもそも中国は全通甲板式のこの075型強襲揚陸艦を実戦配備しても、アメリカの F-35B ライトニング2戦闘機のような短距離離陸垂直着陸機を持たないため、航空機はヘリに限定されるだろう。こうした短距離離陸垂直着陸の戦闘機も同時開発で装備してくる可能性もあろうが、現時点で実用化のめどがついていないことから見れば、アメリカへの対抗心が最大の建造目的としか思えない。そもそも大規模な上陸作戦が今後発生する可能性は、世界中に軍を展開するアメリカ軍であっても今後は減少すると予想しており、最新のアメリカ級強襲揚陸艦も3番艦まではウェルドックが廃止されていた。こちらは運用を行う海兵隊の希望で4番艦から復活することになったと報じられているが、どちらかといえば F-35B ライトニング2戦闘機の実用化で軽空母的な運用が主になるのではとも見られている。こうしたアメリカの動きに逆行するかのように075型強襲揚陸の建造を
進める中国からは、やはり台湾への武力侵攻や南シナ海での力の誇示に重点を置いていると受け取れそうだ。ちなみにアメリカ軍では強襲揚陸艦に収容される部隊は海兵隊であり、即応部隊としての有事の際の展開を担うが、中国では海軍の陸戦隊が同様の任に当たるものと考えられる。こちらも今後も075型強襲揚陸艦やさらに新型の強襲揚陸艦が収益してくることになれば、別組織として拡大された独立部隊が新設される運びとなるのかもしれない。075型強襲揚陸艦は、満載排水量が約4万トン、全長が約245メートル。全幅が約36メートルで、アメリカ級強襲揚陸艦の満載排水量4万5570トン、全長 257.3 メートル、全幅 32.3 メートルに近い大きさだ。この大きさから、075型強襲揚陸艦は、一度に約1600人の兵員を輸送可能と、召されており、これらの兵員をウェルドックの、エアクッション型上陸用舟艇を使用して戦地に送り込む能力を有している。また、艦載機となるヘリコプターは、最大で合計30機もの数を搭載可能となっており、輸送用、汎用、攻撃用の各用途のものを任務に応じて搭載するものと考えられている。この辺り航空母艦への改修が決定されている護衛艦、出雲が、満載排水量2万6000トン、全長が 248.0 メートル。全幅 38.0 メートルで、ヘリコプターの最大搭載機数が約14機と、比べても倍に相当する。くしくも、上海で075型強襲揚陸艦が火災事故を起こした4月11日には、中国海軍の航空母艦、遼寧を中心とする6隻の艦隊が東シナ海から、南の航路で沖縄と宮古島の間を通過して西太平洋に進出した。この中国海軍の航空母艦、遼寧らの艦隊の行動は、新型コロナウイルスの影響で即応態勢が取れない状況にあるアメリカ海軍を見越したかのような恣意的なものだと、台湾も警戒を強めている。もし、仮に075型強襲揚陸艦が就役していたならば、これらの艦隊と同様に、台湾への圧力を強める行動に参加したのではないかと個人的には、思えてならない。なぜならば、新型コロナウイルスの発生源として国際的な非難が浴びせられる中国において、国内の不満をそらす意味でも台湾の独立を認める国が増加することに、危機感を抱いていると感じられるからだ。